撃集団青の会 YouTube チャンネルちょい足しレシピ豆です。今回のちょい足しレシピ、日清のシーフードヌードルにマヨネーズをちょい足しまーす。シーフードにマヨネーズを入れるとコクが出るらしい。ネットで検索してたら、このレシピはマヨラーたちに超有名なレシピとしていっぱい出てきたんです。なんとカップヌードルの公式のツイッターでも公開されているレシピのようです。正直シーフードにマヨネーズはめちゃくちゃ合うと思うんですけど、サーモンのお寿司にマヨネーズ乗ってたりしますもんね。ヌードルにマヨネーズが合うのかっていうところですよね。今回も商品として完成されたものをちょい足しレシピで壊しちゃうという破壊行為でストレス発散だー。ということで、本当に美味しさを倍増するのか早速試していきたいと思います。それでは準備開始。シーフードヌードルの出来上がり。では早速食べてみたいと思います。いただきます。よいしょ。あー、いい香り。ではいただきます。あ、熱い、絶対熱い、これよいしょ。あ、ちょいちょいちょい、まだだおいしい、うん、このねシーフードの魚介のうまみ、そしてこのカニカマとか卵とかいっぱい入って具沢山、安定の美味しさですね。おいしい。ではここにマヨネーズを入れるとどうなるのか。量は好きなだけということなので思い切って入れます。ちょっと待って、うわっ、うわっ、結構マヨだな。こんな感じ。じゃあちょっと、あ、これちょっとほんと入れすぎかもしんない。これはちょっとどうだろう。入れました。こんな感じ。ほとんどもうマヨで下が見えません。さて、これでどうなるのか。いただきます。あ、もう香りはほとんどマヨです。マヨしか来ません。ちょっと遠くの方にシーフードがいる感じ。うわー、これは結構マヨだぞ。え、大丈夫かな。真っ白。これはやばい。え、ちょっとこんな色のシーフード見たことがない。やばいな。ちょっと行きます。やばくないこれ。いきます。うん。おー、マヨだ。マヨだけど、あ、なんかね、思ったほどマヨじゃない。え、ちょっと待って、ちゃんとシーフードもいる。あ、なんかめちゃくちゃマヨ入れたような気がしたんですけど、
割とね、しっかりシーフードも味してて、いい感じに混ざってるかも。なんか、ちょっと待って、あ、でもちょっと入れすぎかな、ちょっと入れすぎかもしれないけど、なんかね、ちょっとこう、深みが出た。シーフード、割とシーフードあっさりなんですけど、マヨネーズでちょっとこう、深みが出た感じになってます。で、ちょっとだけ酸味がある、マヨネーズの。でもそれがいい感じになんかね、まとまってますね。これありなのかい？不思議。結構、マヨネーズの味もするので、確かに、マヨ好きにはいいかも。これは、結構マヨだ。あ、スープは結構マヨです。もうちょっと少なめでもいいかも。さすがにちょっと入れすぎかもしれない。私はもうちょっと少なめの方が好きかなっていう感じですね。食べました。ごちそうさまでした。今回はシーフードヌードルにマヨネーズを入れてみましたが、確かに酸味とコクが出て美味しかったです。最初はマヨネーズの香りに躊躇してしまったんですけど、味はね、思ったほどじゃなくって、ちゃんとシーフードの味もしてました。ただ私には若干ちょっとマヨネーズが入れすぎだったので、自分の好みの量を探していただくのもいいかもしれません。最後に激うまレベル判定やりたいと思います。激うまレベル星3つ中星2個。よろしければ皆様もぜひお試しください。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた来週。